こんにちは、サラです。今回はですね、クリオの大人気アイシャドウパレットのこちらプロアイパレットを全色レビューしていきたいと思います。でもうすでにね2色使ってるんですけど、こっちが01番のシンプリーピンクで、こっちが05番のラステッドローズかな。それではまず1個ずつパレットをねドアップでお見せした後に腕に塗ってお見せしたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらですね、見た感じのイメージと塗ってみた時の色が結構違うんですよ。なのでぜひね、買う時はこちらの動画を参考にしていただければと思います。この01番と05番がすごいね似てて、あのピンク系好きな人はねこのどっちかで絶対迷うと思うんですけど、この2つの違いとしては、この01番の方は明るめの色がね結構多いので、アイホールの方はかなり自由に自分の好きなカラーでメイクできるんだけど、濃い色がねこれしかないので、まあ、全体の雰囲気がこの一番濃い色にだいぶ左右される感じ、こんな感じですね。仕上がり的にはあのこちらを使ってます。人によっては腫れぼったく見えるかもしれない。で、こちらの05番はかなりラメが多めです。これも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 かなりギラギラです。多分ラメの大きさ的に一番でかいかもしれない。で、今日はこれとこちらのカラーを使ってます。で、涙袋がこれです。で、ちょっと青みが強いので01番よりかはクールな仕上がりになります。私的にはねこっちの05番の方が好きです。で、締め色も2色あるので、まあ、ピンク寄りにしたい時はこっちで、まあ、ブラウン寄りがいい時はこっちでっていう使い分けができます。今回ね色味がめっちゃいっぱいあったから、普通のさ単色アイシャドウとかだったらもう全色ね腕にバーって塗っていけるんだけど、今回ちょっと色味が多すぎたので一つのパレットごとしか見せられないっていうのがちょっともどかしいところなんか大輔の背中にさファンデーション塗ってそこに全色塗った方が見やすいのかな今度やってみようかな、大輔の背中スウォッチ。ちょっと絵面は汚いかもしれないけど、
で多分なんですけど、プラザとかロフトだとちょっと高いかもしれないので、クリオのね公式ショップが9店にあるので、そっちでね買った方がいいかと思います。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。お会いしましょう。サナでした。